12.皆さんこんにちは。ワンピースオデッセイプロデューサーの都築です。ついにですね、来週発売となります本作なんですけれども、12月のジャンプフェスタでも告知させていただきましたように、発売直前ではあるんですけれども待ちきれない皆様のために本作のですね、体験版を1月10日に無料配信することが決定しました。本作のジャンルは RPG ですので、本編でですね、体験できる要素は結構多岐にわたることもありまして、購入前にですね、どのような内容をご体験いただくのがベストかということを協議してまいりました。その中で、すでに予約いただいている方も、そしてまだ購入を検討されている方も、本作でしっかり、内容をですね、理解していただいた上で、冒険に臨んでいただけるように、イベント等で皆さんに使用いただいた範囲を含みつつなんですけれども、ゲーム開始から、1、2時間程度ですかね、を、ゲームプレイを楽しめるものを用意しました。具体的にはですね、冒頭でルフィたちが謎に満ちた島ワクルドに上陸して、リムやアディオと出会うというこの作品の導入や、冒険の目的、そして機関部分のゲームシステムを体験いただける内容になっています。この範囲を体験版にさせていただいた理由なんですけれども、物語にスッと入りやすいことも理由の一つなんですけれども、それ以外に本作が RPG であることに対して、世界観への没入感などの側面ではすごく期待の声をいただいている一方で、飽きが来やすかったり、テンポ感が悪かったりなどの、RPG に特有の部分で心配をされているユーザーの方も結構多いなというふうに感じたことも理由になっています。本作はですね、その点についてしっかり対応していることを確認いただくのにも、チュートリアルもですね、含んでいるゲーム冒頭部分というのはちょうどいい場所だなというふうに思いました。体験版では例えば、そう、一般的なコマンドバトルが結構ボタン連打で、飽きやすいものになりがちという問題に対して、本作内のアプローチで、ワンピースの要素をしっかり取り入れて、考えて攻略するやりごたえのある戦闘体験を確認していただけるかなというふうに思っています。体験版はですね、最後までクリアすると本編購入時にその地点から再開してプレイできる引き継ぎ機能があります。そのためですね、すでにご予約いただいている方も購入後すぐに続きから遊ぶことができますので、こちらはご安心ください。またですね、プレイボーナスには冒険に役立つアイテム、ゴールデンゼリーというものも配布されますので、本編をですね、プレイする方にもぜひ遊んでいただきたいと思っています。本体験版はですね、ゲーム冒頭部分の内容をできる限りそのまま抜き出しているため、実際にですね、プレイできる内容については違いはありません。ただしですね、 RPG とはやっぱり様々な要素を徐々に解放していってエンディングにたどり着くゲームになっていますので、これまでですね、紹介してきた全ての機能が体験版で遊べるわけではありません。またですね、これまで紹介してきたアラバスタですとかウォーターセブンの記憶の世界に関しては体験版以降の内容になっています。体験版以降の要素については、アラバスタトレーラーですとかウォーターセブントレーラーなどの物語を紹介している映像や、またですね、ゲームプレイトレーラー等のゲームシステム面を紹介している映像を、公式サイト等で確認いただけるようになっておりますので、そちらでですね、ぜひご覧いただけると嬉しいなと思ってます。ですので、まずはですね、体験版で本作の雰囲気を体験していただいて、配信から2日後以降にはですね、ぜひ皆さん自身で記憶の世界ですとか、あとは本作のですね、全容を体験していただきたいと思っています。はい、長い間お待たせしまいました本作なんですけれども、発売まであとわずかとなりました。その分ですね、お時間をいただいた分、皆様のご期待に応えられる内容になっているというふうに思っておりますので、ぜひですね、最後まで楽しんでいただければというふうに思っています。そしてですね、発売直前ではあるんですけれども、本作の最新のトレーラーを公開予定となっておりますので、こちらもですね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。本日はありがとうございました。